皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学平面図形の5回目、今回は作図を利用して60度、30度、45度、この3つの角度を作っていきます。ではまず60度の角を作るんですけれど、この60度の角の書き方、これは正三角形の書き方、これを利用します。正三角形というのは3つの辺の長さが全て同じで、3つの角、その角の大きさもそれぞれ同じでしたよね。そしてその大きさは1つ60度でした。ではこれを利用して60度の角書いていきます、ね、角 POA イコール60度、これを作ります。この半直線 OA、 これを使って POA とあるので、 O のところに頂点が来るようにこれ書きます。書き方はコンパスの針の部分、これを O に置いてこう書きます。ここに針を置いてこのようにこう書きます。そうするとその子がこの半直線 OA とぶつかったこの場所、次はここに針を置いて同じ長さでこう書きます。それぞれの子がこの点で交わりましたね。もしこの O とここの点、この交わったところとここを結ぶと、ここに正三角形ができるんですよね。ですから頂点を O とする60度の角、これを書くには定規を使って O とこの弧の長さ、ぶつかったところ、弧がぶつかった点、ここを結んであげます。でここに P と書けば角 POA、 ここの大きさ60度、これが完成したわけです。次は30度の角を作るんですけれど、もう勘のいい人分かっちゃってるかもしれませんね。30度って60度の半分ですから、60度の角、これを作ってその角の二等分線、これを書いたら出来上がるんですよね。ではここに角 QOA、 角 QOA イコール30度というのを書いていきます。まず60度、これを先ほどと同じように書きます。 O に針を置いてこう書きます。 OA とここが交わったところ、ここに針を置いて同じ長さでこう書きます。この交わった部分と O、 これを定規を使って結んであげると、ここに60度、ここ60度の角が出来上がりましたよね。次はこの60度の角、この角の二等分線を書いていきます。ここではこの弧、これを使ってここに針を置いて、そして OA と交わったここの部分に針を置いて同じ長さでこう書くと、ここで交わりましたよね。 O とこの交点結んであげたら角の二等分線が出来上がりますから、こういう線になります。でここの部分が60度、その角の二等分線ですから、ここは30度とこうなったわけです。で角 QOA イコール30度なので、ここに
9という点を取ってあげます。よろしいでしょうか。では次は45度の角、これを書いていきます。45度の角度作るときにはまず90度を作って、その90度の角の二等分線、これを書くんですね。90度を作るということは垂線を書くということです。ここでは角 POA イコール45度となるので、頂点が O に来るような書き方をしなくてはいけません。で、垂線を書くのに O がここで止まっているので、ここの部分もう少し延長してあげます。定規を使ってこの直線を延長して、こちら側に伸ばしてあげます。そしてこの線の O を通る垂線、これを書きますね。垂線ですからこの OA と90度に交わりますよね。ですから垂線の書き方、 O に針を置いて半円を書きます、ね、書きました。そしたらこの直線と交わった部分に針を置いて、同じ長さで、こう書きます。同じ長さで、こう書きます。ここはここの部分で交わりました。この交わった部分とをこれを結んであげたら、これで OA と90度に交わった、つまりここが90度の角がここにできたということです。で、この90度の角の二等分線を書くんですけれど、この時次に針を置くところはここの部分2つ使いましょう。ここの部分を2つ使います。で、ここに針を置いて同じ長さでこの交わった部分とをこれを定規で結んであげます、これが90度の半分なので45度ということになります。角 POA イコール45なので、この辺りにP と書いておきます。これで45度の角度が作図できました。今日の部分まとめておくと、60度、これを書くには正三角形の書き方、これを利用します。30度はその正三角形の書き方でできた60度、これを角の二等分線を書いて半分にします。45度、この場合は垂線を利用して90度を作り、その90度の角の二等分線を書くと、そうすると45度の角度ができるということになります。よろしいでしょうか。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。